はい、こんにちは。カメラマンの村誠一です。愛犬バニーもまた今日も登場です。まいちゃん登場です。まいちゃんね、おやつくれないとね、もう全然ダメなんですよね。ちょっとおやつあげます。カリ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 って言ってると思うすいません。で、今日はね、ちょっとね、どうやって撮るかっていうのをちょっと説明しながらやっていきたいと思います。まあ、部屋の中でね、こうやって自然に撮る撮り方ですね。で、まあ、背景の整理の仕方っていうのはなかなかね、人によってそれぞれ違うと思うんですけど、背景をいかに整理するかによって写真ってすごく変わってくるんですよね。で、かっこよくもなり、綺麗にもなり、あ、やっぱりなんかプロっぽいなっていう感じがすごく出てくると思うんですよ。別にね、難しいことやってるつもりじゃないんですよね。まあ、ちょっとそれをね、説明しながらなんですけど、この背景が結局この光がこう入ってますよね。で、これブラインドを閉める、ブラインドを閉めていくとどうなるかというと、ブラインドを閉めていくと、まあ、背景がすごく整理されたと思うんですよね。で、さらに背景がうるさいっていうのは、これレンズの選択の問題もあるわけですよね。じゃあこれを寄ってきますよね、カメラをね。右のこうアジサイの花のところの後ろがこう黒くなってますよね。で、これをこういうふうにグーッとこっちに回ってくるだけでかなりこう整理されるわけですよね。写真を撮ってきますね。まあ、あとは明るさを調整ですね。まあ、これは一応このままで撮ってきますけど、背景がなぜうるさくなるかっていうのはこのことなんですね。結局この右のアジサイの花も後ろの背景もそうなんですよね。次にですね、ここに今度白い壁があるんですけど、まあ、白い壁のところに、まあ、ちょっと置いてみました。これをね、こういう左側のこの壁がこう線があるからこう邪魔してるわけですよね。で、それをさらにこう近づいていって、それで背景を整理することによって写真が変わるわけですよね。で、こう整理をして撮っていくとなると、背景をですね、このように整理して、まあ、なるべくこう開放にして、で、撮っていくわけですよね。で、いわゆる日の丸構図というのはどういう構図かというと、こういう構図なんですよね。これが、まあ、日の丸構図なんですよね。まあ、重なってますよね、後ろとね。で、後ろと重なってるんだけど、左側にカメラが寄って行くと背景が整理されると。ここに2つあるんですね。もう一つこう観葉植物があるんですけど、まあ、これが先ほどのですね、アジサイですね。で、これをまた背景を整理しながら行くと、背景を整理して撮っていくんですね。こうやってそうすると背景が整理されて、すごくこうなんていうの、柔らかくなっていくのが分かると思うんですよね。で、少し引いて下の、花瓶のところまで入れていくと、こういうイメージになってくるわけですよね。こう愛犬とも散歩してるところです。こういうところですね。こう何でもない。じゃあこれをね、どうやって背景を処理してどういうところをこう撮っていくかっていうのを説明しますね。結局皆さんはね、普段こう見過ごしてる何でもないところ、まあ、愛犬もいます、こうやってね。で、こうはっきり言えば雑草ばっかりがこう生えてるわけじゃないですかね。こういう雑草ばっかりのところだけど、例えば背景ってね、これちょっとうるさいわけですよね。じゃあこの、まあ、ここのちょっと枯れかかったちょっとの取ったとしますよね。そしたらこれってうるさいわけじゃないですかね。でもこういうふうにして背景をこうですね、後ろにあるこれ壁ですよね。壁分かりますよね。で、この壁というのを整理をする、こういうふうにして整理をするんですね。こうやって撮ってみますよ。こういうふうにして整理をする、これだけで、ここでもいいですよね。この角度でもいいですよね。で、これははっきり言って二分割、よく構図で言えば二分割半分ですよね。じゃあ
こういうふうにするってもあるけど、まあ、この2分割が綺麗だと思うんですよね。でこれをじゃあ撮ってみますね。でこれは近くに寄ってマクロですごい、まあ寄って撮るのもよし、これ寄ってね、寄って撮るのもよくて、ね、この整理されてることがすごく重要で、こんな何でもない、皆さんはねよく写真でね題材ない題材ないって言うけど、題材なんていっぱい転がってるわけじゃないですか、こうやってね、こういうところをよくこう観察するといいと思うんですよ。それで背景っていうのはこういうふうに見てわかるようにいろんなものが映り込んでくるわけじゃないですかね。じゃあ背景の整理がわからないってうちの家内のお兄ちゃんも言うんだけど、結局ね背景の整理っていうのはこういうふうにするかこうするかこうやって全部映し込んでるか、これだけじゃないですかね。さっき言ったようにこういうふうにこういうふうによって背景の壁を利用すれば、ね、背景の壁を用意すればもうそれがすごいわかるってことですよね。まあ、散歩してるんですけど、こういうねところに例えば花ってこういろいろあったりするじゃないですか、こうやって。それでこういうふうにねこういうとこ見渡すわけですよ。どっか絵になりそうなところがないかなとこう探すわけですよね。それでこういうふうにやるとただの雑草っていうかね植木なんだけど、全体になんかこう背景が整理されないっていうかね。じゃあ背景をどうやって整理するかって言ったら、じゃあここで撮りたいと思いますよね。まあこうなんかいいと思うんですよね。じゃあこう寄ってく、ずっと寄ってくと一部分がこうやって背景ができるじゃないですか。じゃあこういうところだって背景の整理の仕方ですよね。こういうふうになってるものをこうですよね、こう何でもない、またはうちの愛犬がいますよね、こういうふうにして何でもないこう、まあ、花壇ですけど、こういうふうにじゃあこれを何でもないようなところをこうなんか背景をねどう整理するかですよね。じゃあこれを一応撮ってみますよ。これ背景をどうやって整理するかだから、ここで背景の整理の仕方をして撮ってみますよ。で背景っていうのは整理の仕方ですごい変わるわけですよね。右端にやるかで、構図っていうことをね、構図は無視しなさいって言うけど、自分が気持ちよきゃいいわけですよ。自分はこういうふうにこれが気持ちいいという構図ね。で少し引いたのも取っておくと、これだけのことをまあやればいいわけですよね。でなんかね難しく考えちゃうから、こうなんか何でもないところって結構あるじゃないですか。こういうものをこう見過ごさないようにするってことですよね。じゃあこれだってちょっとね撮ってみますよ。これだってこうなんか面白いと思うんだけど、これをね寄り引き、いろいろね寄り引きとか撮って、じゃあここも撮ってみますよ。そうするとねその良さが出てくるので、こうですね、こうやって背景を整理しながら撮るということですよね。ね、こうやると写真ってね、こういうところ歩いてるだけですごくこういろんな写真が撮れるわけですよね。例えばこの菊だっていいじゃないですか、菊。この菊だって今光がね、今こっちからこう当たってるわけですよね。で、こうこの菊があって、この菊の葉っぱだけ借りとこう寄って撮っていくっていう。これだけですよ。一回撮ってみますね。で、まずしっかりとそれに対して光
が左から来てるわけですから、左奥からね。でこれをまあ取っていくわけですよね。で自分で背景を整理しながらこう寄れるわけだから、しっかりと寄って背景をこう整理する。これだけでこんだけの写真が面白くこう撮れていくわけじゃないですか。背景の整理ってそういうことなんですよね。こう何でもない、皆さんがね普段撮影する場所がない、撮影場所するがないって言ってるけど、歩いてるとこはこんなねゴミ置き場の横だったりどこだってあるわけじゃないですか。でも皆さんはそういうところをね意外とこう無視して歩いちゃってるのかなって思うんですよね。だからその街を歩いてた時にいいとこがないとか撮るとこがないとかね、こういうとこ歩いてるだけで違うわけじゃないですか。こんな感じですよね。結局、まあ、こういうところをわんこと散歩しながら歩くわけじゃないですか。でこういうところっていうのはね、植木がこうあったりとか通りに結構いろいろあるわけですよね。でそういうところをやっぱりこう見逃さないことですよね。例えばこういうところを見て歩いて、あこれはね結局増加っていうか今ね、でこうゴミがあったり、前撮りましたよねゴミがね。でこういうところがあったりしたら、ここだってねすごくこう自分にとってみればもう格好の撮影場所ですよね。こうあとはこういうところにねこうただ背景が整理されてないから、背景の整理の仕方ってすごく難しそうなんだけど、背景ってねよく考えて整理していけば面白いものが撮れるわけですよね。じゃあここをちょっとね背景をじゃあどうやって整理するか、これうるさいですよね。うるさいけど処理をすることだけで背景ってすごくこう感じ変わるわけですよね。じゃあここをちょっと撮ってみますよ。でこういう中に置いて背景を整理しながら撮っていくんですよ。そうですね、こうやって背景を整理してフォーカスを手前に合わせたりとか。はい、ちょっとね簡単でしたけどね、まずそのまあちょっとねうちの兄たちとか、家内の兄たちの話で全然わかんないっていうんで、まあこのくらいだったらわかるだろうっていう背景の処理っていうのをね、背景ってやっぱりちょっとねどうしてもいろんなものが映り込むから結局うるさくなっちゃうんですよね。でそれを背景を処理するために整理するために絞りというものが存在するんですよ。で絞りっていうのは絞り込むと背景までピントがピッとこう全体に合うわけですよね。でワイドになると全体にこうたくさん入るんだけど余分なものも映り込むわけですよね。まあそういう意味においてはね、自分はその標準である50ミリっていうぐらいが、50か35ミリあたりがねまあ、ちょっといいかなと。その動画で見せたのはこういう場所でこうやって撮るとこういうふうになりますよっていうまあ説明なんで、あくまでも自然光でどうしたら綺麗に撮れるかですよね。で皆さんが考えなきゃいけないっていうのは、パッて見た時に背景をどうやって整理するか、ね、背景をどうやって整理したら綺麗になるか、構図っていうのはバランスよく見えるってことだから、それは自然と自分の中ではできてるんですよね。で皆さんにね、そこを構図がどうした、光がどうした、背景がどうした、何がどうしたってもう考えることをね、じゃあここ10ぐらいこういろんなものを積み込んでしまうと、もう皆さん混乱しちゃうと思うんですよね。でこれっていうのは自分が言ってるようにもう経験なんですよ。もう経験で長く撮ってる間に自然と身につくから、背景はうるさいかうるさくないか、構図はどうなんだっていうのは、構図はこうしろああしろなくて自分が見て気持ちいいかどうかなんですよ。その自分が見て
気持ちよければ自分はもう構図ということは考えなくていいと思うんですよね。で自分が見てこのまあこういうふうに画面に収めたら気持ちよくないなとか、ね、この構図がいけないとかいいとかじゃなくて、ものによると思うんですよ。人物もそうじゃないですか。人物にもよると思うんですよ。そこをねもっとこう考えて皆さんがその写真を撮っていくようにするとよりね簡単になるし、難しく考えてたものが一気にこう謎が解けるように解けていくと思うんですよね。だから自分だってそうですよね。前回のやつもやってましたけど、そのじゃあモデルさんの肌をきれいに撮るにはどうするか、髪の毛をね、髪の毛がこう黒の中で黒い髪の毛がこう沈まないようにして髪の毛を艶を出して光をこうなんていうのかな、活性化させながら髪の毛がふっと浮き出るような、それでいて肌は白く透明感があって肌ツヤがあるってことですね。まあ、前回見せたのはね、見ると分かると思うんですけど、女性の襟足ってすごいセクシーじゃないですか。ここをきれいに見せることによってやっぱ写真って成立してくるわけですよね。そう、この女性は綺麗なのかな、そのじゃあ写真がうまいうまくないっていうのはどういうことなんだと、じゃあ写真を加工するのと加工しないのと技術なんじゃないかっていろんな、まあ、意見があると思うんだけど、自分はこう思ってるんですよ。これを言えば皆さんはもうはっきりすると思うんですよ。で自分は何が言いたいかって言ったら、じゃあ野村誠一だってでかっこよく生まれてきたかったですよ。それはかっこよくね、うわ俺だってかっこよくなりたいと思うけど、まあ自分はしょうがないですよね。自分が言いたいことっていうのは、野村誠一がかっこよくね、俺だって撮られたいわけですよ。そうじゃないですか。皆さんだってかっこよく撮られたいじゃないですか。ねえ、ブラッド・ピットみたいにかっこよくなりたいと思うじゃないですか。じゃあそこにどうやって近づけるかっていうのは、別に整形をするとかそういうことじゃないんですよ。人間って絶対誰でもね、美しい角度っていうのはあるんですよ。もうね、探していくと本当にね、いい角度ってあるんですよ。その角度をやっぱり探して、なおかつ光を当てることによって欠点をカバーすることじゃないですか。例えば俺なんかだったらもう小顔で足長で長身でみたいなね、そういうのができればいいと思うんだけど、で自分がね、まあね、まあはっきり言えばね、自分がこうカメラマンとしてね、まあ自分で言うのはちょっと変ですけど、自分が成功したっていうことの、ね、要因となったものって何かって言ったら、多分自分のコンプレックスだと思うんですよ。まずモテないってことがあった、でバランス悪いね、足だって短い、顔だって大きいとか、いろんなことが自分の中には欠点として山ほどあるわけですよね。じゃあ俺がかっこよく撮られるためにはどうするかって、自分は真剣に考えるわけですよね。真剣に考えるから、はっきり言えばどんな女性が来たって野村までマイナスで落とすところまでの撮影なんて絶対しないってことですよ。自分はやっぱかっこよくなりたい、かっこよくしたいと思うから、やっぱりそこにね、そこに向かう気持ちがない限り、皆さんはね、写真なんかいくらやったってうまくならないですよ。これはもうかっこいい人がね、かっこいい男がですよ、かっこよくやってるカメラマンがいたとしてね、そんな人なんかやっぱかっこ悪い、例えばね、かっこ悪いとか、ね、かっこよくなりたいなんて人の気持ちなんて多分理解なんかできないと思いますよ。もしかっこよくこう生まれてちゃんとできてたとしたら、だってそんな人はさ、結局もう悩みなんて分かんないんだもん。だってそこでみんなね、だって足が長い人にさ、なんだお前足短いなって言って終わりじゃないですか。それで終わりじゃないですか。おめえ顔でけえな、なんだって言ってそれで終わりじゃないですか。でも俺なんかかっこいいだろっていうやつにね、じゃあ俺たちの気持ちがわかるのかって言ったら、世の中にはね、そんな綺麗な人ばっかりじゃないんですよ。でも綺麗な人もより綺麗になりたいんですよ。だから見てわかる通りね、テレビ出てるタレントさんでもあんな綺麗なのになんで整形しちゃうのかなって思う時ありますよ。自分だってなんで整形しちゃったんだろうって、前の顔の方がいいのにな、これは自分が思うんですよ。本当に綺麗だったから、なんでその人が整形をしなきゃいけなかったのかなって思うんですよ。
せっかく生まれてね、生まれたその自然なナチュラルな美しさを持ってる人がそれをこう自分で手を加えて自分でやってしまうっていうんだって、それだってですよ、悩みがあるってことじゃないですか。じゃあ俺なんかどうするんですか、直そうとしたら全部直さなきゃいけないし、ブルドーザーかなんかで挟んでバシッてやんなきゃ自分なんかかっこよくなんないですよ。でも自分はカメラマンだから、写真家になろうとして頑張ってきたからね、綺麗に撮れば俺の人生は絶対明るいと思ってましたよ。肌だってみんな綺麗なわけじゃないですよ。誰でも綺麗、それは綺麗な人いますよ。赤ちゃんみたいな肌の人もいるけど、でもね、皆さんやっぱ年を取れば取るほど、高画質になれば高画質になるほど、カメラだってもうこの時代が進化すれば嫌だと思う女優さんなんて多分 99% は嫌だと思ってると思いますよ。なぜなら綺麗に映りすぎるからですよ。最近のテレビなんかみんな 4K だとかっつって高画質になってアップになって喜ぶ女優さんがいますか？いないですよ。みんなやっぱ引いてほしいと思うんですよ。クローズアップなんか撮ってほしくないですよ。だからライティングにこだわるわけじゃないですか。ライティングにこだわって肌を少しでも綺麗に見せたいと思うから、いろんなこう注文をつけていくわけじゃないですか。そうやって撮れないカメラマンなんか仕事なんか頼まれないですよ絶対。どんなかっこいいカメラマンで、うわ素敵、この人かっこいいわ、こんな人に撮られたいと思ったって、何よこの人って、写真が良くないって言えばね、私の肌はこんな汚く撮ったって、もうそれだけで終わりですよ。自分が言いたいのはね、そこなんですよ。ね、レタッチでやることも大事かもしれないけど、もっと大事なことっていうのは小顔に撮ったり、鼻筋が綺麗に見えたり、角度が良かったりすることじゃないですか。まあ、前回ね、自分が言ったように百田尚樹さんのね、モンスターって小説の中にね、整形するときに綺麗になりたいから目も左右も綺麗に完璧に作ってほしいと、そうじゃないんだと、片方どっちかが少しバランス崩れることによって魅力的なんだということが出てくる。まさにそうだと思う。自分も結局ね、その人が持っている自然なものじゃないですか。やっぱり整形していろんなことしてね、あっちを直すこっちを直すって、もう一回直したらもう負の連鎖ですよ。ずっとそれを直し続けなきゃいけない。人っていうのは生きてきたその人の考え方だったり人生だったりが顔ににじみ出るから、それで美しいんですよ。だからポートレートでも何でも美しいじゃないですか。でもその撮り方もあるんですよ。年を取ってからね、肌がツルツルでピッとしたのが美しいわけじゃないじゃないですか。ね、年輪を重ねたらおばあちゃんになったら、おばあちゃんのそのシワの良さが、これがまた写真の中に現れてくるわけじゃないですか。それをね、それをもっと考えていかなきゃ、皆さんなんかもう本当にもう写真なんかもう今日でやめた方がいいですよ。そんな考えもし持ってるんだとしたらね、いや俺は加工なんかしないとか、そんなことじゃないんですよ。要はね、要はそこに写ってるものが自分でこれが満足いくものに撮れたかどうかじゃないですか。いくらね、こうで YouTube の中でもいろんなことこうこうだっていろんなこと自分も言われますよ。こうなんじゃないか、あなんじゃないかとかって言われるけど、俺なんかはっきり言いますよ。じゃあなんで野村誠一存在してるんですかって、なんで存在して今までいるんですか、もう来年70ですよ、なんで存在してるんですか。それは野村誠一がこんな男に生まれてきたからじゃないですか。自分が長身でかっこよく小顔で鼻筋すっきりしてね、綺麗に見えていたら野村誠一なんて存在ないですよ、はっきり言って。だって人の気持ちなんか理解できないもん、その人には。自分はその人たちの気持ちを理解できるから、より美しくなりたい、あの人よりもっと綺麗になりたいと思う気持ちが理解できるから、パッと見てこの人が悩んでるのはどこなんだろう、どこをこの人は悩んでるんだろうっていうことが分かるから写真が撮れるわけじゃないですか。これ全部自分の負のことから考えてきたことじゃないですか。そこだと思うんですよ。だから皆さんがね、新しいカメラが出てきた、高画質が出てきた、これが出てくればプロになれて、これからもうねカメラマンなんかいらないなんて思えますか、あなたが。どうですか。そんなね、新しいカメラが出てきて高画質が出てきたら、もう女優さんなんかみんな戦々恐々としてますよ。だってテレビが 4K になったっていうだけで
みんな考えてるんだから、これが現実じゃないですか。でもそこをね、女優さんっていうのは女優さんだから、おばあちゃんになったりいろんなことにね、自分の役をね、もう自分の中で割り切ってるから何でもできるけど、じゃあことグラビア撮影になった時っていうのは、じゃあシワが出ても何が出てもいいっていう考え方はどこかないと思うんですよ。男だってそうなんだから。そこですよ。そこが写真の背景の整理の仕方、人に当たる光の質ですよね。野村ライトってなんで考え出されたかっていうのは、もうその人たちの全ての人をライティングによって解決できるライトを自分は考案したわけですよ。これが結局ね、10年以上15年ぐらいは自分はこのライティングだけで食えたわけじゃないですか。なんでこんなライティング考えるんですか。自分は商品撮影もしてきたから、商品撮影のいいところね、普通のね、前回見せた部屋が綺麗に撮れる、美しい髪の毛が綺麗に見えて襟足が綺麗に見える、このライティングと、じゃあこれとこれを組み合わせていったら美しいのが撮れるんじゃないかっていう考えた末の結果じゃないですか。これはもう誰に教わったわけでもないですよ。自分はこう YouTube という便利なものあるから、皆さんはねこの YouTube の中から学び取ろうとすると思うんだけど、これはどうしたんですか、あれはどうしたんですかじゃなくて、感じ取ればいいじゃないですか。俺はそう思いますよ。だって自分は一生懸命こうやって語っていろんなこと語ってあげるけど、それでも足りないからどうなんですかって言う人がいるけど、自分のことを振り返ってみてください。自分は、俺なんてだって誰のアシスタントしたわけじゃない、スタジオにいたわけじゃないんですよ。全部自分で考えて、前回のあの襟足を髪型を取るやつだって45年ぐらい前じゃないですか。生まれた人が45歳になってるわけじゃないですか。その時代に自分はそういうものを取っていたわけじゃん。じゃあこれアシスタントの経験があって、スタジオの経験があって、ライティングが生まれたわけじゃないですよ。自分で考えてるわけじゃないですか。ある意味ね、 YouTube で僕がやってる、じゃあ全てを自分にね持ってるものを全部じゃあさらけ出してやるって言ったら、有料じゃなきゃ僕は絶対やりませんよ。だって自分が考えてこれやってきて、これだけのものを構築してきて、それによって自分があるわけですよ。まあ偉そうなこと言えばポルシェ乗ったりフェラーリ乗ったりするっていうのはそれじゃないですか。そのことを考えて誰もやらないことをやったから、野村ライトの村のマジックっていうのが生まれてきたわけじゃないですか。でもね、皆さんはそこのところをまあご理解してくれる人もいると思えば、そうじゃない人もいるわけじゃないですか。自分はそうだと思うんですよ、ね、だから実際そのなんていうのかな、木村伊兵衛さんの動画も見ましたよ。で木村伊兵衛さんがね、昔はあってね、あの今から50年以上前ね、家が一軒も建つね、ライカを持っていたって、これはもう家が生まれていいとこに生まれたっていう幸せなこともあると思うんですよ。でも木村伊兵衛さんが言ってるように、今いくらいい写真を撮って騒がれても、だから当時はライカだから騒がれたんだと思うんですよね。今いくらいい写真を撮って騒がれても、1週間から2週間もしたら人は忘れるんだと言ったと。でも自分は50年後の人たちに自分は残す写真を撮ってるんだって言われた時に、うわーそうかって、俺もね昔の時を撮っときゃよかったなって、東京の昔を撮っときゃよかったなって、それを本当のその動画から思って感じたところっていうのがすごくあるんですよ。皆さんはここを感じなきゃいけないと思うんですよ。木村伊兵衛先生がすごい上手かったっていうだけで終わっていいんですか？そうじゃないでしょ。当時それだけのことを考えていたってことを考えていかなければ、写真なんて上達なんかしませんよ。だって50年先を見越して、50年先に自分の写真が必要だって、50年先に自分が撮ったパリの写真があるんだと言った時、うわーそうなんだと、すごいなと思うんですよ。ISO感度が10だった、それを使って撮った、手持ちで撮ったね、やっぱりそれって家が描いた、その恵まれた環境があるとしても、やっぱりね素晴らしい才能なんですよ、考え方からしてもね。そこをね、皆さんが YouTube からもっとね
YouTube をっていうんじゃなくて写真を学ぼうと考えたら、そこを考えていかなければ絶対うまくなれません。写真なんて自分は必死でやってきましたよ。だって誰もいないんだもん。でどうですか、こんなかっこよく生まれてきてるわけじゃないですよ。でもそうやっていながら自分がこういうふうに作り上げてきて、自分が世界観を作ってきたわけじゃないですか。ね、だから自分が言うね、根幹雑誌の週刊現代、講談社の根幹雑誌の表紙もやらせてもらったりとか、女性誌の表紙、数々の表紙も撮らせてくれました。表紙っていうのは一人しか撮れないですよ。カメラマンは何人も撮るわけじゃない、その時は一人しか撮れないですよ。でこういうね、誰でも真似できないことをやろうとするためにはいろんなことを考えていかなきゃいけないから、そういうやり方になるんですけど、まあ、今後ねこういう何が分かんないんじゃなくて、分かんないことが分かんないから自分はそれを追求してきたんですよ。だってそうじゃないですか、自分だって何も分かんないんだから、何にも分かんない、何見たって分かんないんだから、読み取ることなんかできないんですよ。ただ分かってることははっきり言って、自分はかっこよく生まれたかったな、いい男に生まれたかったな、モテる男に生まれたかったなっていう、これははっきりしてるんですよ。でも世の中の中にはそういうふうに思ってる人が、自分と思って同じと思ってる人が9割以上いると思うんですよ。日本人が1億だとしたら9000万人はいるっていうこと。そこを考えていけば、写真が何をしなくちゃいけないってことがはっきり分かってくると思うんですよね。理屈じゃないんですよ。自分がどういうふうに思ってるか、自分の考えをファインダーの中に込めて、そこに技術というものをカバーしながら撮っていくことが写真なんじゃないですかね。まあ今回はね、ちょっとまた熱く語ってたりします。今回もね、また熱く語ってしまいましたけど、まあそこでね、またこれからね、チャンネル登録していただいて、またお会いしましょう。よろしくお願いします。